し暑い。汗でベトベトする。大丈夫ですか、ムニーさん。顔色が悪いですよ。ねえ、リンクの好きな場所ってこのジャングルがそうなの？そうだよ。この辺りはティオティオ島でも特に珍しい動物が見られる穴場スポットなんだ。どんな珍しい動物が見られるんですか？尻尾がしましまのお猿さんとか、耳がすっごく大きいお猿さんとか、あと足の長いモデルみたいなお猿さんも。猿ばっかりじゃない。ティオティオ島はお猿さんの楽園だからね。でも安心して、ジャングルに怖い動物はいないから。もしいたらすぐにでも逃げるよ。ねえ、いつまでここにいるつもり？虫も多いし、そろそろ帰らない？ムニちゃん、動物観察には忍耐が必要だよ。自然の一部になって待つことが大事って昔パパとママが教えてくれたの。自然の一部ですか。どうしたの？いえ、この島に来てからずっと頭の中で新しい音を探していたのですが、なかなかイメージがつかめなくて。でも既成の音楽知識に頼るより、自然の一部になることができたら何かヒントを得られるのかもと。私もどうすればリンクの感性をユニットの音楽につなげられるのか、ずっとそればかり考えてるよ。ねえ、何か私にも手伝えることあるかな？リンクは無理しなくていいよ。これは私たちが考えなきゃいけない問題だから。でも、みんなにもっとこの島のことを好きになってほしいのに困ってるから。はぁ、スマホもネットも使えないし、私はお部屋にいるのが一番。あれ？今少し揺れなかった？いえ、特に何も感じませんでしたが。おかしいわね。この岩に座った瞬間、確かに地面が揺れたような。ムニちゃん、それリクガメの上に乗ってるよ。え？ああ、動かないで！大丈夫ですか、ムニさん。もう、どうしてそんなとこで寝てるのよ。カメに文句言ってもね。私、先に戻る。虫も多いし、これ以上こんなところにいるのは嫌。わっ、ムニちゃん、そっちは。そこの島よ、助けてリンク。そこってただの水たまりだよ、ムニちゃん。服がびしょびしょ。ムニさん、早く服を乾かさないと。もういい、帰る。やっぱりムニを連れてくるのは無理があったかな。ムニちゃん、